Hey guys, let's do this here. Not dog for YouTube, and we are playing Genshin. So we are gonna do our conquest today. Guys, I'm gonna go for a assault pity right now. I'm at, I think, 68 pity for Kazuha banner. So I'm trying to pull for that, and I don't have any sort of money. And I'm a 2P player, so that's why. I'm gonna be trying to do this quest. This is the quest. So I'm gonna do, because I've created a page from it, and then I will be able to do Kazuha if I can. Don't think so. I will be doing it. Because that has been the case for 4 days. So hope you enjoy. Thanks for being here. Have a nice day. Thank you.僕に傘は不要だ。君は好きにすればいい。
私のご加護は。組合会にはまだ仕事が残っているんだ。君は休みといい。僕は仕事に戻ろう。あなたの運命はすでに我が手中。またか。星のご加護は。What is wrong with this? I'm not getting it.
What do I mean? Where did it? したままでしたね。断罪の名において分け与えられたエデン、私こそが断罪の公主。
私の合図を見てから行動するんだ。あら、出かけるの？姿を見せよ、オズ。逃がさないわよ。わあ、すっごく大きな雷かぶだ。お休みを取ったけど、しっかり立ってな。反転、呼びかけに応える。判決を下す。私のいいのよ。とにかくもう何もないはずだから早く戻ろう。俺鉄平だ。なんでお前もここに？僕も驚いたよ。君たちもここで調査してたんだね。ちょうど物資を前線まで運んで、今この近くの脅威を片付けようと。大丈夫大丈夫。多分この前海に出た時に、ここを通りかかった時、ちょうど島に上陸して調査してる人がいるって気、万が一危険にでも会っていたら僕が英雄みたいに助けてあげようと思ってたけど、君たちだったとは。どうやら僕の取り越し苦労だったようだ。てっぺん、お前はここの雰囲気に何か特別なものを感じるか？あー、そう言われると確かに。でもここは魔人オロバシの亡骸に近いから、たたり神の気配が強いんだろう。魔人オロバシってなんだ？ほら、あれがオロバシの残した遺骨だよ。今の渡津見島があるのは、オロバシが僕たちの先祖を塩化の宮から地上へ連れ出したからなんだ。僕たちの先祖はそれをずっと守り組として見ていたけど、魔人戦争中オロバシはヤシオリ島を侵略した。それでライデン将軍が直接出向き、無双の人たちで切り伏せたんだ。あの一党が今の無双人狭間を形成したってわけさ。無双人狭間ってライデン将軍に切られてできたものだったのか。すごいな。そう、でも魔人戦争は非常に苛烈なもので、ヤシオリ島はそのせいで廃墟と化した。噂では将軍様もその時に大切なものを失ったと言われてる。オロバシが死んでから渡津島と幕府の仲は悪くなったんだ。でも今回抵抗軍を立ち上げたのはその信仰とは関係なく、単にメガリレーに抗うためだけどね。オロバシが文明を滅ぼそうとするのを将軍様が止めた。そして今将軍様がメガリレーを発令し、人々の願い、僕は先に戻るよ。幕府軍の精鋭武士を片付けたばかりで、君たちは早くサンゴロミア様に報告するといい。心配しない。
まさか鉄平がもう幕府軍の武士と戻ってここ見に報告しようぜ。Why then we not listen to Captain? ココミ戻ってきたぞって、あれ、ゴローもいるのか。何かあったのか。なんかすごく真剣な表情だな。この異常が発生した人はどれくらいいるのですか。まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロー、何かあったのか。近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴らだ。それら秘密兵器を手にした後、こっそり使っていたらしい。道理で近頃の戦況が異様に順調だったのですね。しかしこれは決して正しい方法ではありません。一刻も早く禁止しなければ。ゴロ、彼らの言う秘密兵器は手に入れられ、ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが。これを知っているのですか。ということは、支援者の正体は、ファデュイだったのか。しかし、なぜファデュイがこのようなことを。いいえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは、邪眼の使用禁止を一個。近頃異常が起きた兵士たちには治療を。まだ間に合うことを祈ります。また嘘だろう。早く見に行こう。 Hey guys, what do you think about the same sky up? 星の五角は something like that, and peopleThis game is so beautiful. It's too colorful.
put the bear. Where is that? ああ、君たちか。ちょっと待ってね。今立つから。ん？ああ、まだ詳しく言ってなかったね。船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていた仲間を助けた。昔の僕だったら夢にも思わなかったことばかりさ。もっと強くならないと。強くなればもっとたくさん。いつからだろう。君がメカジキ2番隊の隊長になってすぐ、支援者側の謎の人物に会ったんだ。彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えばこの秘密兵器は僕に答えてくれる、そう言ってたよまるで神の目みたいだろ。僕は神の目を使ったことがないから、どんな違いがあるかはわからないけど。ジャガン？聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの？ The blade with this man. そうだったのか。確かにこんな得体の知れないもの、代償があって当然だね。ここ数日どんどん疲れが溜まってきて、心の底で嫌な予感はしてたんだ。以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら目の前すらよく見えなくなった。はあ、やっと君に追いつけた。やっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。一つ君に頼む。僕たちの回復ができたら僕のなんて表情してるんだ相棒。大丈夫。せっぺー。おい、どこ行くんだ。おい、ビジネグリッキョスのパティブ。カモンガイズ。鉄兵の容態は、すでに軍にあるすべてのほとんどの人に生命力の流出が。ですが、三五宮様、今からこの件で倒れた者の負傷兵衛を。ただ兵士たちは皆邪眼と知ってもなお使い続けたいとさ。この件はあなたに。まこのような一大事が起これば軍の心もきっと揺らぐ。何かお考えはありますか。いけません。鎖国令は未だ続いています。彼らの邪眼はおそらくこれほど莫大な人員と資源を動かせるということは、背後に必ず彼らを阻止するためには邪眼を生産している工場。あなたにそのような危険を犯させる。三五宮様、邪眼の接収は急いで行われたため、軍隊の準備でこれ以上じ奴らに。はい、邪眼を接収するときからこの件については、これらの条件に合う場所はそう多くありません。私はあなたを止めません。私たちは多くの戦友を失ってきました。あなた。え、その邪眼工場に行くのか。いや、パイモン、カモン。本気なのか。もう少し考えてみても。本気です、パイモン。わかったよ。
僕に傘は不要だ。君は好きにすればいい。Come on, buy one, come on. Buy one, come on. Here we go. To be honest, this game is very big. Sometimes I have hearts, how? People.序盤を作る際
の刀を興ざめさせるなよ。サンキなさい。判決を下す。完成。もっと早く。慰めの凛。嫌い。マジで邪魔しないで。燃やす星の小角は
かり立ってな。面白い。そもそも誤算だ。サボるな。邪魔しないで呼びかけに応える。裁きを受けよ。まだ休憩時間だ。やれ。はあ、端のご加護を。判決を下す。こいつ命知らずか。オークスだ。もうすぐ執行官様が来るはずだ。君たちがここまでたどり着くなんてね。やるじゃないか。お前はファデュイの執行官、宿女や講師たちと同じやつか。宿女講師、ふん、まさか君がすでに僕たちの中で最も頼りない二人の同僚に会っているとはね。僕はファトゥス第6位ザンヒョウだ。会えて嬉しいよ、名高い旅人さん。こんな大勢で僕に何か用かな。なあ、そのことだったのか。一つ間違えていることがある。確かに僕はここにいるが、計画を執行するにあたり、ただその代理人をして、首謀者はもちろん他にいる。ほら、凄腕なんだろ？頑張って探してきなよ。あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの？まさかこんな情けなくて、翔太のヘナチョコだったなんてね。些細なことだって？間違ったこと言ったかな。浮世では人の命なんて雑草と同じなのさ。茶眼がなくても彼らは死んでいただろう。少なくとも、邪眼は彼らの願いを叶えるメガリレーがどんな価値を持っているのか、君たちにわかるかい？これを実現するのに、この、そして今その結果を見てみると、すべて価値のあるものだということが改めてわかる。争いを作り、邪眼を広めるため道を開き、力を追い求める弱者を引きつける。ほんの少しの代価で、
世界を掌握するかのような感覚が得られるんだ。生命を引き換えに力を手に入れられるなんてお得だと思わない？メガリレーはお前たちがけしかけたのか？まさか初めから。稲妻の外側はとても強固に見えるけど、内側は僕たちが利用できるほどほころびに満ちていたよ。ほんの少し手間をかけるだけで、内部から永遠は時間を非常に長く伸ばすことができる。だけど帝国軍にいる君の友達のように、水中の泡のように、失えば失うほど手にしたいと思い、無能。おい、落ち着け。なんかそれだ。怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエンサにとって憤怒は最高のエンサ。どうしたのよ、しっかりしろ。わらわの後に繰り返すんじゃ。あーん、ほれ早く。うむ、なるほど。やっとのことで地面に埋もれておるようなわっぱを運んできたのじゃ。そう、さっきから聞きたかったんだけど、なんか。そうか、おそらくあの巫女どもを下がらせたからじゃろう。それにわらわはずっとこんな感じじゃぞ。人々が見せるのは常に自分が見せたい姿だけなんじゃ。じゃからどの一面であろうと、差し当たって人間に属するこの社会において、わらわも自分の好きなように。全然わからない。もっと人間というものを研究するんじゃな、小さいの。何時にも。オイラも気になるぞ。オイラあの時旅人のことばっか見てたから、お前が何をしたのか全然わからなかった。鳴神大社の秘宝じゃ。あの残氷というものが一瞬にしそのようなことを考えるより、どうわらわに恩を出なければ、やはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬな。とは言ってもそれほどかしこまる必要はない。何時は今まだ邪眼のことについて考えている。安心せい、すでにあの綿積島の指揮官が手下を率いて総統に出向いた。あの残氷というものも拠点が露呈している状態で、自らの同僚のため無駄な抵抗をすることもないじゃろう。はあ、時間があったらあのファデュイどもの苦しむ姿、サンゴノミヤココミという女、実にやりおる。彼女に会ってきちんと話をしてみたい。厄介？お前は鳴神大社の宮司だろ。これを何時に伝えたのは安心させるため以外にも、何時に頼み事があったか。何時、あやつに会ったな。わらわが言っているのはその人形ではなく、彼女に会ったのかと聞いておる。そう、自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続けている本物の雷電将軍、その名はエイ。それって儀式にいたのは人形で、本物の雷電将軍はその後に会ったやつだったってことか。つまりあの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手も。あれこそ雷電将軍の永遠だからじゃ。この国の永遠を追い求めるには
まずは己が永遠に触れねばならぬ。肉体はやがて土に帰り、人形がそれに変わる。精神は魔網からは逃れられぬ。あやつは自らの意識をその刀に宿し、瞑想を用いて全ての障害を回避しているんじゃ。じゃあ、あの刀で切り開かれた空間が一心浄土。あやつの心の世界の自我の世界に閉じこもり、外の雑務は全てただひたすら永遠へと突き進むに、それがエイが模索した永遠へのモラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。リーユへの神がそのような選択をするとはな。やはり面白い神じゃ。でもライデン将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもな。じゃが、あやつのやり方、ま、あやつの言う永遠はもうとっくにあやつの思う永遠になっておる。つまるところ失うのがこう。何時とわらわは同じ立場におる。何時はメガリレーから稲妻の民を救いたい。それはわらわも同じじゃ。ただついでに、そしてここが肝心なんじゃが、一心浄土。それがお前の考えたメガリレー。言葉で説得したり、抵抗軍の力で改革を起こしたり。理解が早いな。ともかくこれこ、まだ自分が特別なことを認識しておらぬのか。言ったはずじゃ。一心浄土は基本的に自我のみを許容する空間。あやつは何時に十分な関心を持っているということじゃ。他のやつは入ったことないのか。あの永遠の信徒が自我を閉じ込めた時から今まで一度たりともなかった。何時の存在は契機だけでなく鍵でもあるんじゃ。あれ、もう行くのか。どこに行くんだ。対ライデン将軍特訓。何時のために特別に用意したんじゃ。ライデン将軍の技が再現できる宝器とでも言おうか。わらわの記憶を事前に技を学び対策を立てれば、あやつの技に耐える練習をするといい。一度はあやつの手中から逃げられた。
邪魔しないで。まだやら。
I'm getting it, guys. Not. たとえ見上げなくても、星空は永遠に私たちを見つめている。
足が棒みたい。昨日の夜またも
練習したな。ところで、おう、わ、そうじゃな。わらわが雷神の眷属であるからじゃろう。あれ、トワリンとバルバトスのような関係なのか。全然そう見えなかったぜ。その感じ、わらわのキツネお姉さん姿に興味があるような口ぶり。調子に乗るな。うふ。気にすべき点はわらわの姿ではなく、なぜわらわがあやつと会わなくなったかじゃろ。永遠に変わらない国、それはわらわとあやつの夢じゃった。じゃがわらわはそれが完全なる静止を意味するとは思っておらんかった。その時からあやつはわらわの手の届かぬ道を歩み始めたのじゃ。永が一心浄土に踏み入る時、わらわに別れの言葉もなかった。わらわの独りよがりなのかもしれぬが、それがあやつの友情を永遠に保つ方法だったのじゃとわらわは思う。別れを告げず会うこともなく、わらわ全く異なる二つの永遠の道に分かれた今、現状を維持し続けるのか、どんな犠牲を払ってでもあやつを正しい道に戻すのか、どちらかを選択することができる。わらわは後者を選ぶことに決めたのじゃ。もし一心浄土に閉じこもることがあやつにとって永遠への道というのなら、あやつを自我の世界から引き戻すことが永遠の眷属であるわらわのすべきことじゃ。ミコ、いい友達だな。何時らにこれを言ったのは、わらわの計画を理解させるためじゃ。あまり調子に乗るでないぞ。さあ、雑談はここまでじゃ。そろそろ、タイラ？まだあったのかよ！橋のご加護は？やばい！呼びかけに応える星たちよ。完成。火炎よ、燃やしつつ。邪魔しないで。待ちなさい。はっ、極寒私、はっ、裁きを受けよ。はっ、芽生えよ。邪魔をするな、落差の凛。ふむ、なかなかいい出来じゃ。ダンジラの決意と努力が伝わってくるぞ。じゃあオイラたちはこれでライデン将軍に。まあ全くかな。おい、じゃあ全部無駄じゃないか。ダンジラは計画で最も重要な歯車なんじゃ。そういえばわっぱよ、ダンジは抵抗軍をどう見る？うむ、確かに。たとえ幕府軍との正面対決で優勢を取ろうと、ライデン将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊では。そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ二番隊の隊長なんだぞ。下げすんでいるわけではない。
彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそより大切にしたいと思う。とにかく計画通りに行けば。おっと、そろそろ時間じゃ。わらわにはもう一人。なんでいきなりお客さんの接待に行くんだよ。ここで話すとしよう。計画を立てるにあたり、情勢を見極めることじゃ。メガリレーの発令は明らかに何者かによる誘導と言えよう。人形の将軍が持つ永遠への執着を利用したな。うむ、確かにそれが一番の裏。メガリレーの発令と執行を思い返してみると、法令の遂行に関与していたのは常に。あ、確か彩香が言ってたぞ。メガリレー反対の書類を上に提出しても、天領奉行と勘定奉行がすぐに否決して相談すらできなかったって。ああ、もう明らかじゃな。社奉行以外の、つまり現在ファデュイには情勢を攪乱する者が存在し、そして残念なことに二つの部切り口を稲妻人に変えるのがいい。わらわは天領奉行が謀反するよ。天領奉行が謀反するよ。わらわが言ったのは、天領奉行が幕府を裏、彼女を利用すれば汝をきっと雷電将軍の前へ導くことができるじゃろう。幕府軍を率いるものじゃ。毎月この日になると神社にお参りに来る。そやつはもう背後におる。動くな。お尋ね者が堂々と神社に現れるとはな。抵抗はするなよ。おとなしく奉行所に行ってもらう。はっ。九条さら。おっと、忘れたとは言わせぬぞ。ここは鳴神。ここで武力を行使すれば将軍への不敬となろう。何時らの中でその罪をあがなえる者はおるのか。ちっ、八重宮司様、もしやそのお尋ね者をかばっているので。どうもと語らっていただけに過ぎぬ。かばうも何も。お前たち下がれ。よい。では八重宮司様、神社でお尋ね者をかくまうことも将軍様への不敬。相変わらずじゃの。臣下として将軍様に忠誠を誓うのは当然。たとえ雷電将軍がいつか。メガリレーは将軍様の決断。私はあ、ただ忠誠も情勢によって打ち砕かれる。何時が何も。その言葉がどういう意味か直接おっしゃっていただけますでしょうか、宮司様。メガリレーはファデュイに惑わされた者に過ぎぬ。そして盲目的に従っている者は他でもない。何時らの当主天領部。それは九条家が幕府を裏切ったと。そうじゃ、理解が。八重宮司様、その言葉は危険であるだけでなく馬鹿げています。三奉行、私は九条家と養子に来て以来この目で見てきたのです。天領奉行にいるのは全て将軍様に忠実な者ばかり。特に当主の高雪様は、あの方の無双の人たちに対する崇拝はいかなる者よりも。そんな当主が将軍様の不利になることをするとでも言うのでしょうか。三日後じゃ。三日後またここに来るとよい。証拠を渡してやろう。宮司であるわらわは人々が自分の信じたいことのみを信じるとよく。であればわらわが悪役を。3日ですね。
その時は彼も連れて行きます。ああ、良いぞ。びっくりした。ところでミコ、分かりきったことを。もちろんな。いや、神の意志を。じゃあどうぞ。証拠を手に入れる。忍者？じゃあさっきのは。でも週末版はシャブ業にある上里綾人の隠密部隊じゃ。現在上里綾人とシャブ業は中立な態度を維持しておる。わらわでも週末、しかし年中サボっている週末版の一員を捕まえて手伝わせることくらいは可能じゃ。いや、では何時らには城内へ入り、天領奉行が裏切った証拠を探してきてもらうぞ。あのような場にわらわが顔を出すのはふさわしくないからな。そんなこと言われたって。ん？もうとっくに分かっているものじゃと思っておったが、いいじゃろう。少し手がかりをやる。部外者にとって天領奉行の細部まで知ることは確かに困難なことじゃ。じゃが三奉行が将軍を補佐し、み分かったようじゃな。幕府軍の汝に対する捜索はまだ終わっておらぬ。じゃがこの週末版の忍者の助けがあれば、汝の友と無事再会できるじゃろう。約束の日までに証拠を持ってくるんじゃぞ。のんびりするのも悪くないな。Hey guys, thanks for watching. I will be completing this quest another day. Be sure to tune in and keep on watching. Please love and be watching. Stay safe, stay well. Thank you. Have a nice day. Actually, it was out.